紅茶入れますね。せっかくですけど今は遠慮しておきますよ。そんな、少しでもお嬢様気分を味わいたかったのに。レディーのたしなみならまた今度教えて差し上げますわ。それより事件の概要を。これです。競争。そう、第一種目で競技を行った高校生。あんたでも一応当てはまるでしょ。いやー、私たちが炎天下で頑張っている最中に白井さんが休養を取ってる姿を想像すると、いても立ってもいられなくなっちゃって、お仕事手伝ってほしくなってしまったんですよ。素敵すぎる友情ありがとうですわ。獲得した三坂美琴選手はゴール後も体勢を崩すことはなく、まだまだ余力を感じさせる姿を見せてくれました。お姉様、ああ麗しきお姉様。一緒に走ってもらった協力者さんをいたわるところも好印象でした。このねっとりした視線は。そう、そのお方はお姉様のご家族ですの。現実に戻ってきなさいってば。小さいのしかないのか。お姉さま。何よ黒子。ジャッジメントのお仕事で帰れないので、あのやかましい旅館に門限延長の連絡をしてほしいんですの。もう門限も過ぎて。私も今コンビニだから、お姉さままで外出中だなんて。これで問答無用で減点を食らえそうですの。まさかこのままお姉さまは腐れる異次元と夜のデート。おのれ、あの野郎、雨の夜景を楽しむなんてまた随分と渋いチョイスを。こうしてはいられませんわ。お姉さまの体操を守るのは私白井黒子の務め。ダメですよ。ほら、こっちの事務書類と会計書類の山が全然終わってないでしょ。白井さん、お弁当どっちにします？中華丼と。今この瞬間もお姉様と腐れる異次元は一緒に夜の街よ。いきなりバラエティの時間です。テレビテレビ中華。何よ、せっかくこっちからメール出したってのに、なんで返事来ないのよ。やってもやっても書類の山がなくならないですの。仕方ないですよ、みんな倒れてたんだから。あと軽く3日は覚悟してくださいね。